ここからは気象予報士の清水さんに伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。その九州で出た線状降水帯が発生予測出た時の九州の様子です。はい、活発な雨雲が線状に並んでいるのが分かると思います。いくつもありますね。はい、これはですね、日本海にある活発な梅雨前線に向けて南から湿った空気が流れ込んでいるために発生しているんですが、明日にかけては九州だけでなく西日本そして北日本にかけても大雨となる可能性があるんですね。では近畿地方ではどうなるのか、はい、雨雲の様子明日にかけて見ていきましょう。この、ずっと出てますね。はい、そうですね、ずっと降り続けるんですが、色の濃い部分がより雨が強まる部分です。はい、特に明日になりますと黄色とかオレンジの表示が兵庫県内ですとか和歌山県内に出ているのが分かると思います。はい、これはもう土砂降りの雨、非常に激しい雨ということになりますね。では大雨の時に警戒が必要な時間帯を詳しく見ておきますと、はい、この後夜の初め頃から明日のお昼過ぎにかけて長い間警戒が必要なんですが、大阪などでのピークは明日の朝5時から9時、7時ぐらいかなと見ております。そのピークの時間帯ですが、1時間の降水量としましては50ミリというのが予想されています。あまり見ない量ですよね。そうですね、この50ミリというのはもう滝のような雨と思っていただければいいと思います。また今日の夕方から明日の夕方にかけての24時間の降水量の予測としましては、300ですか。そうなんです、大阪など中部では300ミリと予想されておりまして、大阪府で、梅雨の時期に降る総雨量の雨が280ミリぐらいと言われていますので、それよりも多い雨が24時間で降るという予測となっています。よっているんですね。本当警戒が必要ですよね。はい、また線状降水帯が発生した場合などはこれ以上に雨量が増える場合もありますから、お気をつけください。また大雨時の注意点としましては、見ていきましょう。はい、土砂災害ですとか道路の冠水、低い土地の浸水、河川の増水、河川には必ず近づかないようにしておいてください。またアンダーパスなどもね、車でついついいつも通っている道だからと入ってしまうことありますが、お気をつけください。では週間予報で来週の予報を見ておきましょう。明日は雨です、注意をしてください。はい、で日曜日は一旦天気持ち直しそうなんです ね。ただこの雨に油断してはいけなくって、月曜日以降はまた梅雨空が戻ってきそうなんです。梅雨の末期というのは大雨に注意が必要な時期ですので、まで大雨に備えをしてない方はこの日曜日の間にしていただきたいと思います。はい、最大限の警戒をしてください。ここまでは清水さんでした。はい。